私の名はモグロ福蔵、人呼んで笑うセールスマン、ただのセールスマンじゃございません。私の取り扱う品物は心、人間の心でございます。この世は老いも若きも男も女も心の寂しい人ばかり、そんな皆さんの心の隙間をお埋めいたします。いえ、お金は一銭もいただきません。お客様が満足されたら、それが何よりの報酬でございます。さて、今日のお客様は、おおあ、助かった。すいません、 お願いします。部屋のもん乗ってるんです。ああ、申し訳ないんですが、急いでるもんで駅まで相乗りさせてもらえませんか。はい、いいですよ、どうぞお乗りください。どうもすいません。いや、助かりました。出かけに女房とやり合ってしまって。ほら、そりゃ、おや、これはまた偶然ですね。な、あなたは今朝の。どうも。いや、本当に助かりました。おかげでスタートに間に合いましたよ。よかったですね。しかし、家族にとって主の存在って何なのでしょうね。さあ。私には家はあっても家庭がないのです。ああ。女房も息子もただ一緒に住んでるだけで、私をバカにして一家の主として認めてないんです。そりゃお気の毒ですな。せっかく家に帰っても家族が心の安らぎにならないとは。柳井さん、一つ思い切って家族を変えてみてはいかがです。え、あなたは一体。実は私、心のセールスマンです。ああ、今の世の中、物は豊富にあふれていますが、心の中は寂しい人ばかりです。あなたのように。しかし家族なんてそう簡単に変えられるもんじゃありませんよ。それに、あんな女房と息子でも一応私の家族なんです。そうですか。では、もし私が必要な時はここへご連絡ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕は AB 型の RH マイナスだけど、よろしくお願いします。うちの子も君ぐらい可愛ければね。え、いや、君アルバイトなの。いいえ、ボランティアです。へえ、関心だね。じゃあ、協力させてもらうかな。ありがとうございます。はい、腕をこちらに入れてください。はい、すぐ終わりますからね。はあ。献血初めてですか。ええそんなに緊張しなくても大丈夫ですよ。こんな人が女房だったらな。いた。あ、すみません。ひきひき。皆さん、献血にご協力ください。ただいま。今帰ったよ。おっと、静かに静かに。ただいま。いや、遅くなってごめん。接待でな。これお土産。うん？おや、飲んでるのかね。飲んだら悪いの？あんただって飲んできたくせに。それはお得意先に無理やり誘われて。どうだか。そんなに帰りたくないのなら帰ってこなくたっていいわよ。
何よその顔は。そうね、あんたみたいな会社なしじゃどこも行くとこないわよね。ねえ、バカにするな。私だって。あら、そうなの。それじゃさ、女のところでも行ったらどう。私はこの家の主だぞ。いい加減にしてよ。毎日毎日喧嘩ばっかりして。だってパパったら私たちを捨ててよその女のところへ行くって言うんだもの。私は女なんかい。パパ、見栄を張らずにママに謝りなよ。私は謝るようなことは一つもしてないぞ。あ、そう。それじゃあどこへでも好きなところへ行ったら。あんたなんていない方がマシよ。よし、じゃあ出てってやるとも。こんなもん。ママ。お待ちしておりましたよ。ムロさん、今こそ家族の交換のチャンスですよ。いや、しかし私、大丈夫、きっとあなたの満足される家族をご紹介します。私は決断するのです。ダーン。これはどうぞこのうち入ってください。でも知らない家いきなり。知らないうちではありません。表札をよくご覧なさい、柳井さん。しかし、モグロさん。お帰りなさい、あなた。あ、君は。美智子さん、パパがお帰りよ。はーい。パパ、お帰りなさい。パパって君は、あの時の。パパ、遅いじゃないの。お風呂沸かしてありますから、すぐお入りになってください。あ、パパ、一緒に入ろう。ね、いいでしょ。これは夢か。まあ、美智子さんたら甘えちゃって。いいじゃない。ねえ、パパ。おかしいわね。あの人、一体どこ泊まったのかしらね。きっと、カプセルホテルにでも泊まったんだよ。心配することないって。心配なんかしてないわよ。無断外泊なんてね、結婚以来初めてなのよ。許せないわ。まったく、日曜日だって言うのに、ゴルフまですっぽかすなんて。本当にパパどうしたんだろう。会社も休んでるっていうし。あんたがパパをバカにするからよ。ママだって大事にしなかったくせに。パパだ。パパ。こんばんは。どうぞご主人、このうちにいますよ。これが本当の家族なんだ。好きなだけお休み。ああ、身も心も安らぐ。
家族にもやっぱり愛情っていうもんがあるんでしょうか。しかし理想の家族を売るには文字通り血の滴る努力が必要なんですね。うーこわドーおーはははは